日の昼下がり皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、アイデアの IOK、OK、収録により <laughs>、えー、6月25日土曜日に <laughs> 2回目の放送という <laughs> ことになっております、えーと。本日は7月2日ですね。えー、と本日ですね、北中城村の大城、中村家住宅のそばでですね、えーと、6時ぐらいからですね、ムーンライトコンサートがありますので、 ぜひとも足を運んでいただければいいかなと思います。えっ、ー、とですね、9時ぐらいまでやっておりますので、あの僕今そっちで、えー、お手伝いをしているはずなので、今日は収録という形で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいなと思います。えっ、ー、とですね、アイデアの i あ OK はですね、高滑モールさんを,をスポンサーにしてですね、提供でお送りしております。 えっと、コンカツモールさんというのは NPO 法人、コンカツモールで、えー、っと、皆さんの結婚を応援している企業さん、NPO 法人さんになりますので、もしよかったら、えー、っと、ネットで検索してもらえればいいかなと思っています。えー、アイデアの IOK、OK、で,です。で、えー、アイデアの IOK、OK、では、えー、っと、まあ、あの、アイデアこと山下浩二マスオがですね、あのー、皆さんの、まあ、何か日頃の愚痴などもうまく、 いい方向に持っていければなと思っているのでメールなども募集しておりますが今日は収録ですので、えー、と今日メールが来たら来週に <laughs> 持ち越していきたいなと思いますメールアドレスは 797-FMGINOA.com797-FMGINOA.com となりますえっ、ー、とですね、えー、おそらくですね えー、婚活モールさんがスポンサーに入ったっていうのは、実は、えー、と、今月7月からですね、婚活モールさんの幸せ宅急便が、えー、ストップするということなので、えー、婚活の話はこちらでどしどしやっていきたいと思いますので、<laughs> と、婚活ね、悩んでるよとか、婚活したいんですけどどうしたらいいですかだけではなくてですね、あのー、子供の婚活のことが気になるとか、 婚活事情が知りたいとか、そういうことがあっても、ぜひぜひアイディアの愛用家に送ってください。一応ですね、出会いから子育てまで、えー、っと、あのー、幅広くですね、取り扱っている番組で、まあ、僕もその出会いから子育てまで、今真っ最中ですので、ぜひぜひ、あのー、メールいただければ嬉しいと思います。えー、っとですね、ツイキャスと、 ででもですね、生放送の時はですね、発信しておりますので、ぜひともそこも含めてですね、あのー、ご参加いただければと思いますが、なん何回も言いますが、えー、今日は収録なので <laughs> あの残念ながらあのツイキャスとお答えできないのがもったいないなと思っているんですが、えー、とまたよかったらです、ね、あの土曜の2時お昼下がりにはですね、アイデアの愛用を消してますのでメールと、 よろしくお願いします。別に土曜に限ってません。メールは <laughs>。いつでも来てもらえば。で、Facebook でですね、山の下に幸せ2つで、えっ、ー、と、質問していただいても対応できるかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、i o、OK、k 1時間よろしくお願いします。 はい。アイデアの IUOK、OK、をお送りしております。<laughs> ちょっと喉の調子がおかしいですね。<laughs> えっとですね。あの、今日のテーマも話さずですね、もう、あの、初めに入っちゃったんですけど、えー、っと、今日はですね、あのー、コミュニケーションについて少し話していこうかなと思っていて、まあ、出会いから子育てまでっていうことで、で、もともとですね、専門が教育学という専門なので、 あのやっぱりねあの子どもとコミュニケーション取らないと授業ってできないんですよねそういう意味ではあの教師ってコミュニケーションのプロだと思っているのでまあ僕がどこまでコミュニケーション能力が高いかっていうのは測る術はないんですけどまあ,あの知識としてはですねあるものとかあの今までの経験からこうやったらいいんじゃないかなっていう話を少しできたらいいかなと思っていてでなんかコミュニケーションって あの得意な人とかもいると思うんですけど、まあ、僕も、まあ、得意とは思ってないんですよねできればしたくないっていう <laughs> 若干引きこもり気味なところがあるんですけど、あのー、でもあの、まあ、いろんな人にやっぱ「上手ですね」とかよく言われるんですけどコミュニケーションって何なんだろうってやっぱちょっと考えてみないとこういう話できないかなと思って少し考えたんですけどあのコミュニケーションって あのー、まあ話が上手いとか、まあ、聞き上手っていうだけじゃないんですよね結構コミュニケーションって結構難しいものだなって最近思っていてあのー、話が上手な人はただの話が上手な人なんですね講演会する人とかあの一方的に話すの上手じゃないですかでその人がコミュニケーション能力が高いかどうかっていうとまあそれは分かんないですよねまあ高い可能性はとっても秘めてはいるんですけど でも、あの、人と話してるときに自分の話ばっかりされたら困ったり、結局自分のこと聞いてもらえなかったってなっちゃうと、これ、あの、人間の信頼関係としてはなかなか結びづらいものがあるんですよね。まあ、それに対して、じゃ聞き上手がコミュニケーション能力が高いかっていうと、やっぱ聞いてるだけだと自分のこと知ってもらえないので、まあ、その辺のこの、両方をうまいことかけは、 架け橋としてこう、うまくやらないとコミュニケーションって結構難しいよなと思っていて。で、まあ、それがうまくできる人っていうのはまあなかなかいないと思うんですよ。で、まあコミュニケーションが上手な人っていうのはもうほとんどいないっていう <laughs> 話をまあいきなりするんですけど、まあでもそうやって、そのコミュニケーションってやっぱ難しいんだなっていうところをやっぱスタートにしないと、 なんか誰でもコミュニケーション能力があると思うとなんかそこには落とし穴があるような気がしていてまあちょっと少し考えてみようぜっていうところがちょっと僕にはあったのでちょっと今日はコミュニケーションっていう話をしていこうと思うんですけどあのまあコミュニケーションってあのうちの,あの僕は大学生の頃先生が言ってたのがあのキャッチボ言葉あまあ会話のキャッチボールですよっていう話をしていて で大事なのは投げて受け止めてで終わるコミュニケーション論っていうのは多いんですけど投げて受け止めてまた投げ返すまでがようやくコミュニケーションですよと投げて受け止めるまでじゃなくてですねやっぱあの相手の話を自分が話してその相手の話を聞いてその後にもう一回それをちょっとですね自分なりにアレンジしてこう会話を進めていかないと。 あのコミュニケーションにならないんじゃないかっていうのが今話を聞いてですねああそうだよなっていうふうに思ったんですよねなのであの一方的に喋ってると自分のことは知ってもらえるかもしれないけど相手のことが知らない聞き上手だと相手のことは聞けるかもしれないけど自分のことを知ってもらえないっていうのでどっちも足らないので両方ともうまいことバランスよくやらないといけないっていう点ではコミュニケーションって非常に難しいなとは思ってます。 でじゃあ難しいから私にはできないなっていう話ではなくてあのまあ何よりもやっぱりよく聞くことなんですよね。でよく聞いて解釈するというか咀嚼することがとっても大事ででなぜよく聞かないかっていうのと、えー、よく聞かないといけないかっていうとまああの授業でもそうなんですけどあの子どもと 子供とコミュニケーションをとって授業するっていうイメージの先生って少ないと思うんですけど <laughs> あの、コミュニケーションを取らない、人間関係ってやっぱコミュニケーションがすごく大事で、コミュニケーションをとりながら授業するととってもいい授業ができるんですね。で、そのコミュニケーションっていうのが何かっていうと、子供のことをよく知るってことなんですよ。これは教育用語で子供理解って言ってて、で、まあ、これ でこの教育的なものだけではなくて、人を理解する、相手のことをよく知るっていうことが、まあ何事においてもコミュニケーションとして、すごく大事だなと思ってます。だから、相手がどんな興味を持っているとか、相手がどういう反応をするとか、もう正直、いろんなこと考えますね <laughs>。人と話すときは。で、まあその中で、えっと、まあ、こういうと反応をすると、 まあこういう答えが返ってくるだろうだけではなくてこの人の言葉の裏にはこういう思いがあるんだろうっていうところまで読み取るとあの言葉を返すときにコミュニケーションが取りやすくなるんですねで僕よく言われるのがあのあそれが言いたかったんですよって <laughs> よく言われるんですよここなんですよねあの相手が言葉足らずで言ったことを こっちで解釈ししてて咀嚼して相手は本当はこう言いたかったんだろうなと思ったことをパッと返してあげることがコミュニケーションがあげるというよとちょっと偉そうですけど返せるかどうかがコミュニケーションじゃないかなと思ってますただ本当に簡単なことではないので難しいだろうなと思いながらあの僕はあのまあ僕はその。 じゃあなぜこういうことができるようになったかっていうともうバカみたいに子どもと触れ合ってきてますしたくさんの人と話してきてますしたくさんのやり取りをやってきているのでそのこういうことができたりします。で、えー、とコミュニケーションが上手かどうかを置いといてで,ですねじゃあコミュ、あのー、まあなんだろうな僕がそのコミュニケーション能力が高いとか自慢したいわけではなくてですね あのまあ、何が指標になるかなーって考えたときにあの今回、今日ですねあるムーンライト7月2日土曜日にあるムーンライトコンサートっていうのがあるんですけど僕引っ越してきてまだ2回目のムーンライトコンサートなんですねこれ地域行事で地域区民が作る行事なんですよあの役場から言われてやるものではなくて地域の人たちが あの実行委員になって実行委員長がいてその人たちが一緒じゃあ一緒にやろうっていう形でやるんですけどまだあのオーグスクっていうところに引っ越してきてまだ高々かか2年ですよ <laughs> 2年も経ってないんですけど実は1年半2年弱ぐらいなんですけどで、えー、っと僕が引っ越すちょうど引っ越す時期にちょうど、えー、っとオーグスクにはスージグワー美術館っていうのがあったあるんですよね でこの数値ジはア美術館っていうのは何かっていうと地域を開放してオープンガーデンをしながら、えー、っとオーグスクって町並,並みというか道沿いがきれいなので、まあ、ちょっと本当に近くの沖縄を感じさせる中村家住宅っていう国指定の文化財もあるので、まあ、それも含めてですねこの、まあ、ちょっと昔の沖縄の、えー、っと様子を残した 集落ななのでで、まあ、それを見ながらですねオープンガーデンの花とか緑とかまあ,あのうち古民家なので古民家を開放して見てもらうっていうイベントをやるまあそのあとぐらいに引っ越す予定だったんですけどまあちょっと人がいないと寂しいからあのー、数字が美術館ってこう歩きながらあのー、まあ街を、まあ、散策するイベントなんですけど、まあ、そこの ポイントにもなってるし誰もいないの寂しいから引っ越しはなくてもいいからいてちょうだいっていやいてくれないかなってお願いされてまあそこは一応引き受けてだからこれは引っ越す前なんですね僕から言うと純粋にはだから荷物も何も入ってない状態で子供たちと娘と一緒に過ごしたのがまあおよそ2年前でまあこれが毎年11月に開かれるんですけど去年の11月に で、その後、ムーンライトコンサートの1回目を初めて体験しました。これはもう参加者として参加したんですけど、で、まあこの時、もうこの時までにはですね、まあいろいろな行事に参加してですね、草刈りには出るし、えー、と、まあその、ムーンライトコンサートの、えー、とステージがあるんですけど、ステージの解体に付き合うとか、まあそういうことをしながらですね、 あのまああの積極的に地域行事には参加していったっていうのもあるんですけどで、えー、1年を待たずしてですね、えー、と数字が技術,術館に1回も体験した、まあ、1回体験したと言えば体験したんですけど準備は体験したこともないのにですね実行委員に入りました <laughs> これ地域行事で実行委員に入るって結構ですねあの僕の中ではですよ あの結構異例なことであのやっぱりね地域の人と認めてもらえないとあの人変な人だなっていうと思うと、ね、実行委員にも入れてもらえないしやっぱあの人はよく働いてくれるとか、まあ、そういうのがあってだろうなと思って光栄に思ってですねあの参加してるんですけどほんでよく言われるのが、まあ、1年ぐらい経った頃かなそれこそ数字桑美術館がで1年ぐらい経った頃に。 山下さんってもう3年ぐらいいますよねっていう <laughs> 話になっていやいや3年もいないですよまだ1年も経ってないですよっていう話をよくしてたんですけど今でもね山下さん3年ぐらいいますよねってよく言われるんですけどでその後ですね、えー、今ですねやってるのはチムアグミ塾っていう地域学習塾を、えー、の先生をやってますねあ事務局の人がずっともうここ10年ぐらい えっとやってこられたものなんですけどあのもともと高校の先生の川上達夫先生っていう方が、えーっとまあ、地域の子どもの健全育成のためにっていうことでずっとやられてたんですよ。で、えー、っと地域の大学生と地域出身の大学生に先生を任せてで、あのー、まあ 教育委員会とか、他のところの支援を受けながらですね、お給料を発生させながらっていう形で、まあ、地域で地域を盛り上げていくっていう塾をやられていてですね、まあ、あの、もともと教員だったっていう経緯もありましたし、まあ、あとちょっと今人がいないっていうのも多分あると思うんですけど、まあ、あの、チームアグミ塾のですね、先生にも、えーと、お声掛けいただいて、 ね、地域の子供を任す先生ですよ。<laughs> なのでそういうのもあの声をかけていただけたのはすごくありがたいことで、もともと教員やってたし、えー、教育には携わっていきたいなとどこかで思ってたので、まあ、ありがたいお声掛けだったなと思いながら、まあ、感謝感謝ですよね。あのー、向こうもまあ,ある意味、あのーまあ大変、大変なのかどうかわかんないんですけど、 まあ人探してた時にあのー、まあそこそこねの大学出て大学院まで出て <laughs> あのー、なのに専業主婦というよくわからないことをしてる人を捕まえられたのでまあお互い様だったのかなと思うんですけどでも先生って結構悩むじゃないですか知らない人を入れるわけにもいかないしやっぱ地域のこと知ってる人じゃないといけないし変なこと言う人じゃ困るしっていう意味ではまあ お声掛けいただいたたたただのはありがたかったなと思いますで、まあ、このまま流れてですね、この、今回はムーンライトコンサート2回目の参加なんですけども、すでに実行委員という、もう、がっつり地域に根付いていくという。で、まあ、よく言われるのがですね、まあ、これがコミュニケーション能力の高さかどうかわからないんですけど、なんか僕はなんか、前からいたよね感が強いらしくてですね <laughs>。 あのこれまた別の話なんですけどあの一時期ですねこれあのやっぱ縁があったなと思うんですけどその中村家住宅っていう国指定の文化財があるんですけど、まあ、そこの中村家住宅で茂木さんがですねあのオープンのクローズじゃなくて公開の茂木塾っていうのを年、ね、1回ぐらいのペースでやられていてで、まあ、その前からですねあの 模擬塾に参加してたその頃から模擬塾っていうことで中村家に夜中ですねあの日が沈んでから参加してたんですよ。でまあそういう、まあ、そこであの模擬塾の塾生さんがそれはその間は模擬さんとやり取りはするけど実際に会って話すっていうことはないんですけど、まあ、模擬塾の塾生さんが模擬さんに質問をする会みたいな。 会が、えー、と模擬塾っってて中村系住宅であってであすね今ちょっとお休み中なのかなやってないんですけど、まあ、そこに参加してその後の二次会にふらっと参加してたらまあ「えあのー、山下さんってもうあその時は多分2期目だったんですけど1期目からですか?」とか言われたり「<laughs> 前からいましたよね?」とかで3期目の時も行ったんですけど「山下さんってもう模擬塾の人ですよね?」みたいな。 僕もお塾入ってないんですよ実はみたいないうことをよく言ったりこう割と溶け込む能力は高いのかなと思ってもよく言われるんですよあの前からいた感あるよねっていうのは <laughs> よく言われたりするのでまあこのんだろうしれっとこのんだろうなあのー、あのー、本当はドキドキして緊張してるんですけどあのー 知ってますす感を出す <laughs> あのうまく溶け込むのが割とあの得意な方なのかなと思いながらあのまあこれがコミュニケーション能力か分かんないんですけどまあ基本的にはやっぱりあの僕ビビりなのでどうしてるかっていうと。 まずでですすすねね相手を分析するんですよ、ね、だから僕初めの方ひと言もしゃべらないです。ひ <laughs> と言もしゃべらずに観察してるんですね。この人どんな話してるんだろうどんなことに興味があって話してるんだろうってよく結構聞いてるんですよ。っていうか自分から話せないっていう自分からネタフリができない人なんですよね。<laughs> 相手の話のネタにかぶせるのがとってもあの得意なんですよ。得意というかそっちの方が あのどっちが好きかっていうとかぶせる方が好きなんですね相手の話に「これこれこうですよね」ってかぶせたり「これってこういう話だったりしますよね」とかもうぶっちゃけちょっとわからないんでこれどういうことなんですかとか <laughs> あの聞いちゃう時もありますね。だからそういうのもなんかあ,のあんまり気にせずですねあの言えるっていうのがすごくあのなんかあの初めてじゃない感があるというか。 よく言われるのはですねあの、どっしり構えてるよねとか言われるんですけど、まあ、どっしりなのかよく分かんないですけどね <laughs> あの。まあそういうところもあ,あるのかなと思いながら、うんあのーまあ、コミュニケーション能力、自分のコミュニケーション能力って何かなっていうと、やっぱりあんまりおどおどしないようにしてますね。心の中ではかなりビビってるんですけど、あの教育 やってると、あの教室で授業をやるときに教壇に立ってオドオドすると間違いなく子供がオドオドしたり緊張し始めるんですよ。よそうすると演技でもあのリラックスした状態にあることを見せないと子供ってド緊張しちゃうんですよね。っていうのがあってまあ職業一種の職業病なんですよ。 堂々ととしないといけないいいいいけっっててう癖がついちゃってだから結構あの地震とか何か突然なことが起こると教師って子供より慌てちゃいけないのであの何か起これば起こるほどピンチなほど僕は結構落ち着きます冷静になりますすっと冷静になりますあのどうでもいいことほどなんだろうな びっくりしたり <laughs> するんですけどやばいこれやばいこれはなんかパディクってる暇がねえと思うほど案外冷静になったりするのでまあそういう意味ではですねあのー、なんだかんだ、あのー、いろいろまあ落ち着いて見えるのかなと思いながら、うん、まあコミュニケーションする前にやっぱり緊張を見せないっていうのも一つの テクニックなのかなと思いますけど、まあそのためにもですね、相手の話をよく聞いて、相手のことを知ってですね、まあ攻略方法を考えるというか、まあ攻略というと変な感じなんですけど、あのー、なんか相手のことを分析しながらですね、どういう話が盛り上がるのかなとか、どういうことが激励に触れるのかなとか、まあ一応激励に触れてもいいと思うんですよ。その時謝って いうのもです、ね、あのいろいろチェックしながらやってみることがいいことなのかなとかは思っていたりしますね。うん、なのであの、まあ、コミュニケーションってじゃあどっから攻めていけばいいのかって話をもう少しあの詳しく CM 開けてからやっていこうと思いますそれでは CM きます。 アイデアの IOK、OK、えー、っと、7月2日ですね、収、え、録、ー、で進めております。えー、っと、今日はですね、えー、っと、北中城村大城で、ムーンライトコンサートありますので、もしお時間のある方はですね、あのー、中村家住宅、大西テラスなどを調べていただいてですね、あのー、6時ぐらいからやってますので、6時から9時ぐらいまでやってますので、ぜひですね、あのー、 あのオールデイズのバンドノースフロントとかですねビートルズのバンド、えー、ガジャンさんとかあとは民謡とかエイサーとかもう本当に色々色とりどりなんですよであの地域で作る自慢のコンサートなのでぜひ来てもらいたいなと思っておりますのでよろしくお願いします、えー、アイデアの IOK、OK、はですねあの今日はコミュニケーションについてお話ししております えー、メッセージいただければですね、そのトピックに合わせてお話できるかなと思うので、ぜひぜひメールいただければなと思います。メールアドレスは7 9 7 a m a r k f m g u i n o a n c o m、えー、本日は収録なので、ツイキャスでなかなか絡めないんですけど、えー、普段はですね、生の放送の時は、 えー、ツイキャスでのコメントにも対応しておりますのでですね、もし、えー、ツイキャスでもお聞きいただければいいと思います。一応ですね、土曜の昼下がりにお気楽にのんびり聞いていただけるラジオを目指しておりますので、で、えー、と、提供はですね、婚活モールさんの提供でお送りしております。 えー、NPO 法人婚活モールはですねあの結婚したい人を応援しておりますので是非是非興味がある方は議論安心大山にありますので支援もかかっておりましたので是非 <laughs> お聞きいただければなと思いますはいそれではですねちょっとコミュニケーションの話をするんですけどまあ基本的にですねちょっと事業のやり方と絡めていくんですけどやっぱ相手を知り 己を知り、敵,敵を知り、己を知らば百戦危うからず、まさに孫子の兵法の一つなんですけど、まあ敵ではないんですけどね。顔を知りって言ったりしますね。相手を知って、で、自分のことを知っとけば、まあ何でもうまくできるよっていう捉え方を僕は知っているんですけど、まあコミュニケーションは戦いではないのでね。で、やっぱあのー、コミュニケーションの一番スタートは相手のことを知ること。 で受,け入れ受け止めることですねべてを理解しなくてもいいんですよ。相手の人がすごく強く信じているものをいちいち否定する必要もないのであの批判もわざわざ、まあ、してもいいと思うんですよ。してもいいと思うんですけど、まあ、スタートでする必要はないと思うので、まあ、その辺も含めてですね、あのーまあ、相手のことをよく知ることかなと思ってます。 相手を知ればあとは何だろうな自分の経験と結びつけていくっていうことがすごく大事なのとやっぱ相手のいいところを褒めるっていうことも大事ですね。で、えー、と今、えー、と北中城の大城でまあ大城とか、えー、と隣の小木戸と一緒にのこの子どもたち向けに、まあ、地域学習塾ということで、あのーまあ、地域の 塾の先生をやっているんですけどもえっと、まあ、まあコミュニケーションというのかなちょっと授業に近いのかもしれないんですけど僕ってあのまあよく言うんですけど教師やってたんですけど教えるのが苦手な教師なんですよ <laughs> なのに教育してたのどうやって教えてたのってなるんですけど教えずにですね子どもたちがやるようにするのが得意というか。 あれやりなさいこれやりなさいって苦手で僕やりたくないことはやりたくない人だし食いたくないものは食いたくない人なので <laughs> その日の気分によって違うのでそ,のそうではなくてあの大人に言われてやるんじゃなくて、まあ、自分たちで決めてやれるのが心地よいよねっていう形でやるのが得意だったので子どもたち結構それであの 自分たちででやるんですよね、まあ、授業しないわけじゃないですよ。授業はし、ね、ちゃんとするんですけどあの、基本スタンスがそこなんです教える気があんまりないっていうのがあって。で、地域学習塾をやってるんですけど、これ、塾っていうほどでもないんですよ。もう集まり、寄り合い場所を作っているだけで、なんでかというと、塾みたいなことができない理由としては、えー、と下は幼稚園から <laughs>、上は高1まで集まってきます。 つまりですね、塾、教えられないんですよね。小学1年生の子に、高1の話はできないじゃないですか。中3の話を小6にはできないし、まあ、小1の話をね、中3が聞いても仕方ないので、あのー、基本、自習がスタンスなんですね。なので、まあ、自習を心地よくやってもらうためにはどうしようかなって考えるわけですよ。まあ、この子ども心っていうのはですね、 結構自分が子供の時を思い出せば手に取るように分かるんじゃないかなと思っていてなのでまあ子供って子供が集まれば遊びたい生き物じゃないかなと思うんですよねで僕実は塾ってあんま経験がないので塾ってあんま行きたくないものだと信じてるんですけどそれでも彼らは来てるわけですよねあの年間1000円の保険料だけで あとはまあ授業料とかは特にないんですけど、これはあの教育委員会とか経由で予算組まれてですねあ、のあのちゃんと僕の方には給料が来るんですけど、給料というか手当があるんですけど、子どもはまあそれまあ無料であっても親に行っておいでって言われてるのか、来るわけですよ、一応ね、塾という名の付くものに。 で、一応2時間なんですよ。2時間。で、2時間は僕でも辛いんですよ。<laughs> 僕、勉強嫌いな子なので、僕でも辛くて、で、いつも言ってるのが、うんと、君たちはまあ一応ね、1000円払ってねお、お父さんお母さんに送り出されてきて、お父さんお母さんかおじいちゃんおばあちゃんか分わからんけど、送り出されているわけですよと。だから、頼むから、 頑張りノートというか、家庭学習、宿題だけはやってくださいと。で、1時間だけは集中する練習だと思って、えー、っと、1時間だけはちょっとね、宿題もあるだろうし、我慢して集中してくださいと。あの、集中できない人は、あのー、外に出てくださいと。<laughs> あのー、先生が中集中してほしくないからではなくて、 ここに勉強しに来ている人もいるから誰かがうるさくすることによってその人が勉強されしたいってしようとしている邪魔はしないでくださいと何かしたいことをしようとしている特に勉強するためにここに集まっているのでその邪魔だけはお願いだからしないでくださいという形でやってますで残り1時間,1時間かって宿題なんて1時間も集中者できるから あの、一周中した人はもう残りの時間は、まあ勉強してもいいし、あの、頑張りノートっていうのが沖縄にはあるんですけど、頑張りノートやってもらってもいいし、ね、あの、遊んでてもいいですよと。<laughs> その代わり、遊ぶにしても勉強の時間のだけは、あの、勉強してる人の目につかないところで遊んでくださいっていう形で、あの、始めたんですね。あの、第1回から。で、今、第6回目なんですよ。で、 みんな宿題持ってきてやってたんですけど、もう第4回目あたりからですね、先生、宿題終わったけど何したらいいっていうやつが出てくるんですよ。<laughs> <laughs> えらいね、と。お家でやってきたんだね、と。<laughs> 子供は多分遊びたくてですね、あのー、宿題やってくるんですよね。面白くないですか、あのー、地域としては、お家で家庭学習がなかなかできないかもしれないからっていうことで、 地域学習塾をやって家庭学習のところをフォローしてが宿題をさせようとしているにもかかわらず子どもたちは遊びに来ると <laughs> そのために家庭学習をおうちでやるともうね目的に外れない大当たりな <laughs> だからあの何も教えてないし基本的にあのごめん静かにしてとは言いますけど。 あの宿題はやって帰ろうねみたいなお父さんお母さんかおじいちゃんかおばあちゃんか分からんけどねえ行っておいでって言った人に帰ってから怒られるの嫌でしょうとかあとお家帰ってから進まんよとか言いながらもうせっかくここ来てるんだから宿題終わらせて帰,り帰ってっていう感じでしか言わないんですけどまあ,あの子どもの言葉を信じるならば皆さん宿題は終わらせてですね帰っていくと。 で大体小学生だと本当に1時間ぐらいで宿題終わったりお家で宿題やってくるお家でやってきたよって言うと僕がまあちょっと若干大げさにおおすごいなとか言いながら何するわけって言うとい分からんとか言うからじゃあ本でも読んどいてみたいな感じになるので、まあ、子供たちは逆に宿題をしてくることに快感を覚え始めているのかなって勝手に思ってるんですけど、まあ、ちょっとなんかコミュニケーションと脱線してるんですけどこれを信頼関係ってすごく大事で 僕、こういうコミュニケーションを取りながら子供とこう絡むんですね。で、子供と絡みながら、結果子供に宿題しなさい、あ勉強しなさいよって強く言って、縛り付けることを基本的にあんましてなくてですね。その代わり本当に勉強してる人の邪魔はしないよっていう話はするんですけど、まあちょっと幼稚園生にはちょっと難しいかなと思いながら、お兄ちゃん、お姉ちゃんたちはあのちょっと困ってる様子なんですけど、あのー、 前半1時間ですね、まあ、ちょっとそこを耐え抜くと子どもたちはドッジボールしに小学生たちはドッジボールしに残り1時間の間外に出ていくので、まあそのまあ、30分ぐらい集中時間でしたらその時間がちょっと中高生にとってはチャンスでその時に思いっきりあの宿題を進めてたりするんですけど。 うん、なんかそういうコミュニケーションの取り方というかで、まあね、お兄ちゃんお姉ちゃんたちはすごく子どもたちの気持ちも分かってるので、ね、近い分だけ遊びたいんだろうなでもそれを我慢しながら、ね、宿題することもなかなか素晴らしいなと思いながらその辺を認めながらですねあのお互いに無理のないようにしていたらなんか自然とこうコミュニケーションも取れてきたしで、まあ、まあまあ先生先生しないんですけどね で、あのー、子供とのコミュニケーションって本当にまさにここで、子供理解ってとっても大事で、あのー、まあ、自分の子供たちともコミュニケーションを取るときも、やっぱり、子の子供はどういうことを考えたいか、どういう方向でしたいのかとか、まあ、あの、全部付き合いはしないんですけど、自分の子供特に。<laughs> 失礼かもしれないんですけど、あの、家庭の中でもコミュニケーションってすごく大事で、あのー、 あのー、やっぱ夫婦との,コミュ妻とのコミュニケーションはまあ意識的に大事にするようにはしてますねあのー、こんなことがあったよとかあんなことあるよとかこういうことあるから今度はちょっとごめん迷惑かけるねとかそういう声かけってすごく大事にしててえー、っとうちの、えー、っと家庭我が家の うちの親の家庭じゃなく我が妻と僕の家庭の家訓がですね、えー、尊敬と感謝です、あのー、尊敬を忘れないっていうことと感謝も忘れないとこの両方を忘れない、あのー、例えば妻、えー、僕が家庭お家で育児とか家事とかをしているんですけどそれができるのは妻が働いてくれてるおかげだし妻の理解があるおかげなんですよねで逆にまあ 妻も思ってると思うから言うんですけど、えー、と僕が妻が仕事できてお家帰ってきてもご飯作らなくても何も文句言わないのは僕があのご飯を準備するようにしてるからなんですよね。でこのお互いに尊敬できるところがあって感謝をするっていうのもコミュニケーションのすごく大事なところで、まあ、感謝をするっていうのはすごくコミュニケーションとしては大事かなと思いますね。あの 話,話すって結構、まあ、話してもらえるとっていうとちょっとなんか卑屈な感じもしますけどやっぱ会話してもらえるってだけでもありがたいですし、ね、ちょっとまあきついことも言われることもあるんですけどそれはお互い様なのでまあそれもありがたいなと思って受け止められると、ね、ちょっと言い過ぎたと思うとねお互い「あごめんねさっきは」っていう話もできるし。 やっぱりお互いがお互いを尊敬して感謝しているから、まあいい良質なコミュニケーションが取れてるのかなと思いますね。なので、あのー、まあちょっと話がどん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 いろんな例え話ばっかりになってるんですけど、うん。やっぱそん感謝されるとやっぱり嫌な気持ちはしないのとあ、あとですね、感謝もね、言葉だけじゃダメなんですよ。あのー、感謝したらあの行動で示すと。 あ,ありがとうね、今度こういうことで恩返ししようねっていう形で、ありがとうだけだとね、人間ってね、う持たないんですよ。で、まあ、行動だけじゃなくて、例えば、花をあげるとか、そういうことがすごく大事であの、何か記念日じゃなくてもですね、花をあげると、あの女性の方は喜んでくれたりしますね。まあ、うちの妻はですね、花か甘いものなので、まあ、それも、これも相手を知るなんですよね、これもコミュニケーションで。 で,で、コミュニケーションはあの、言葉のコミュニケーションが大人になると、がぜん強くなるんですけど、うちの息子たちはまだまだちょっと、言葉の発達が遅いらしくてですね、<laughs> 遅いらしくてっていう感じの親なので、すいませんって感じなんですけど、でも、言葉じゃなくてもね、あの子どもはすごくコミュニケーションを取ってくるんですよ。あのー ボディーランゲージっていう言葉があるみたいに言語っていうのはですね体の動きとか表情とかですね全て含まれてくるのでまあサインって言ったりしますね手話も言語の一つですねなのであのまあ子どもの様子を観察しとけば子どもの気持ち全ては分かるわけではないんですけどああこうしたいのかなああしたいのかなって思うと次の一手が踏めたりまあ次の一手を踏まなくてもじゃあどうしたらいいっていう声かけをしたりですね まあこれはちょっと子育てに近い、子育てよりのコミュニケーションですけどね。あのー、普通の一般の大人同士でこんなことしてたただの嫌味なやつなので。だここがね、TPO なんです、今度。TPO。うん、時と場合と目的によって。えー、タイム、プレイス、オブジェクションだったかな。<laughs> あのー、TPO って言葉なの、最近聞かなくなったよなと思いながら。 なんかやたら中学生の頃は TPO、TPO って、ね、聞いてた気がするんですけどあのー、まあなんかそのそこら辺もちょっと意識しながらああここで言ったら、まあ、空気を読むっていう言葉はあんま好きじゃないんですけどやっぱここで言ったら失言になるなとか、まあ、そういうことはすごく意識した方がいいのかもしれないですねでまあまあ僕よく話しするのは コミュニケーションがうまいよっていう人と話が上手だよっていう人はあんま信用しない方が <laughs> いいと思ってますねあのー、コミュニケーションが上手っていう人はただ喋りが上手な人た,ただただしって自己満足してる人が多いですまあこれはあくまで傾向ですよだから僕はあんまり自分でコミュニケーション上手って言いたくないんですよね <laughs> 言いたくないけどまあ一応コミュニケーションの話するからこういう コミュニケーションで溶け込むのが溶け込んでいきましたよって話を相手してなんとか裏付けをしてるんですけどで話が上手っていう人が一番怪しいですあの学校の先生って話上手な先生多いんですけど特に校長先生とか話上手だと思ってるんですけどほとんどの人が校長先生の話上手と思ってないですよね話投げよ校長みたいな これもうあるあるネタじゃないですか貧血で倒れるみたいなもうある意味殺人的なね <laughs> 話の長さっていうあの言いたいことをうまく言える人が話上手じゃないんですよねあの必要なことを必要な分だけ相手に伝わるように言えることが話が上手ってことなのであのおしゃべりと話が上手は全く違うのであのー この辺はちょっと意識しないといけないよなと思います。あの特にですね、あの教員っていうのが案外話が下手なんですよ。なぜかというと、あのまあ、教員やってた頃ですねあの、どうしても新人の挨拶って言って、あの新しい学校に赴任したら、う生徒を前にして、まあ、知らない人じゃないよみたいな、先生ですよみたいな、何をしてる先生ですよって伝えないといけないので、 あのー、自己紹介するじゃないですか。で、まあ小規模だとそんなにいっぱいしないんですけど、大規模だと20人とか25人ぐらいいるわけですよ。で、まあその前の集,集会の前とか、その国の挨拶の前に1分以内でお願いしますとかお願いされる割には、みんなで、ね、3分も4分も5分も話す人がいるんですよね。子供の身になってみろよと。はじめ、おはようございますから始まって。 でなんかすごい、ああ、この学校はいい学校ですねみたいな、同じような内容を延々と25回繰り返されると、つらいじゃないですか。ここがコミュニケーション能力だと思っていて、相手の気持ちに立ったときに、どういう自己紹介がいいのかですよね。いや、自分のこと知ってもらいたいんだと思いますよ。あと、話す場をもらったから、話さないといけないっていうのもあるかもしれないんですけど、 あのー、僕が毎回おすすめしているというか、僕が今まで一番成功例が、一番こう反応が良かったものですね。あのー、ま、あのー、まあ、あの大体技術の山下浩二って書かれてるので、あのー、自分の自己紹介が回ってた時に、みんな自己紹介聞いて疲れてませんかって言って、もし先生の自己紹介がいいと思ったら大きな拍手をしてください。それではいきます。 山の下の幸せ二つで山下浩二です。おしまいって言ったら、みんなシーンですよ。シーンとしてから、あ終わったのかって言って大拍手です。で、その後、山下先生、自己紹介よかったよって子供たちにたくさん言われると。ね。あの、意図せずですが、僕が長く話したくないっていう,というのもあったんですけど、僕、こういうことばっかり結構やらかしていてですね。でも結果的に子供にとっては、 あの長い長い演説のような自己紹介を聞かなくて済んだっていう喜びと何か変わったことした先生がいるっていうねあのしかもおしまいっていうのがすごいその時期流行りました <laughs> ですごく何か授業でもおしまいっていうといい感じで終わるんですよねだからそういうことが結構結局こ,れコミュニケーここがコミュニケーションだと思っていて僕が自己紹介を投げて で、子供たちがそれに対して返してくれて、それをうまいこと今度おしまいとか授業で使うことで有効利用して、で、また子供が今度乗ってきてっていうのをやり取りする。まあ、リレーション、信頼関係って言ったりもするんですけど、こういうコミュニケーションの取り方もあるよなと思いながら、うちの妻がですね、えー、っと、結構大きな学校に赴任した、復職したんですけど、えー、っと、えー、自分の名前を 自己紹介し、あの、まあ、これは同僚の先生向けにやったやつらしいんですけど、自分の名前だけ言ったらしくて、あの、すごく良かったよって言われたらしくて、そうですよね。大人でもそうなんですよ。大人でも長い自己紹介なんか聞きたかないよという。あ、いや、もちろんですね、あの、こじんまりした学校で、その自己紹介する人数が少なければ、ちょっと長めに話すっていうのも手だと思うんですけど、あの、やっぱね、あの、インパクトがに残って、 かといって相手に負担がかからないのをどうしたらいいかっていう結局コミュニケーションって思いやりの部分がとっても大きいのであのそういうのを少し考えると相手の気持ちに立ったらっていうのはすごく大事な気がしますであとですねまあよくやってたのはですね小さい学校だとまあ一応マイクに頭をぶつけるっていうのはお決まりでお決まりでやってましたけど <laughs> やっぱねあのちょっと先生ドジな方が あの好感を持たれるんですよね結構戦略的にやってるいやらしい先生なんですけど、まあ、そういう意味ではあの、うん、あのいろいろあの試しながらですね子どもと遊びながら学校現場に立っていたなっていうのを思い出します。でまあ僕の得意分野は本当にこのんだろう切り返しの速さなんですよね。あの子どもが何か言ったらそれが子どもが何も言えないようなことで切り返すとか。 例えばあのなんかジュース買ってとか言ったらお金持ってないとか平気で言うのでこれ言えないだ大人が多いんですよねもう言っちゃうよと思うんですけどなのでまあそういう意味ではあの子どもとのこの店舗っていうのを結構まあ関西人だからかもしれないんですけど大事にしてたりしますま。ああこれはですねかななりあの結構僕いろんな人と本当に コミュニケーションというかこういうやり取りを教育現場に近い形でのようなやり取りをやってきたのでできるのでまあ難しいかもしれないんですけど相手ののの話ををよくく聞いいいてててて興味のあるるここととととか共通すす丁寧に返ししっていうのはとっうはも重要な気がしますねそれが多分コミュニケーションの一歩になるしでコミュニケーションの一番大事なことは相手も自分もお互いのことをよく知ってるなんですよ。 でここがないとコミュニケーションってスタートしなくてあの会話できればコミュニケーションかっていうと僕はそうじゃないと思っていてカンバセーションっていう言葉もありますしねでコミュニケーションっていうのは相手の土俵というかね相手のこのうん相手のこの何だろうな能力とか相手の考えとかいろんなことを知った上でその間ち,ゃんちゃんとそこの立場を守りながら話していくっていうことが大事で あの一方的な意見の交換にならないっていうことが非常に重要なんじゃないかなと思ってます。でまあちょっとあの婚活モールさんのあれもありますので少し婚活モール婚活と絡めていくとですねやっぱ相手の話をしっかり短くても聞くその中で相手の褒めれるところは褒めたり相手で自分と絡むところは絡めていくことがすごく大事なのかなと。 まあ,あとなんかねかっこいい自己紹介が1個持っとけば、ね、ぐるぐる回る時にも便利かなと思うのであの分かりやすくて長くなくてパッと覚えてもらえそうな自己紹介をあの持っておくっていうのは一つの手段なのかなと思いますねたくさんの人と出会うのでその中でインパクトを残すっていうのはなかなか難しいと思うんですよそのためにはあのいろいろ考えていくっていうのが っていうのかなか、ね、あのやっぱね簡単にな近簡単な近道探すの難しいですよやっぱちょっと頑張ると近道があ道が近くなっていくというかそういう努力も少し必要なのかなと思いながらあの皆さんの婚活を見守ってたりするんですけどあちなみにですねえーえー、っとですね 少し、あの、婚活モールのイベントのお知らせもしていきたいと思います。えっ、ー、とですね、婚活モールではですね、えっ、ー、と、7月3日、えー、この放送の翌日、もあの、多分いっぱいなので、あれなんですけど、島造りを作りながらですね、あのー、イベントをやる予定です。で、えっ、ー、と、それと一緒にですね、各駅停車っていうイベントもしてますので、また興味のある人はご連絡ください。で えと婚活のイベント系ですね、お見合い系ではなく、イベント系のものだと、えっ、ー、とですね、イオンボールの沖縄ライカム、ね、もう 1, 1年迎えましたね、えーと、そこにですね、オリオンのビアホールがあります。で、そこでですね、婚活しましょうっていうことで、8月21日と9月25日ですね、あのー、婚活のイベントがある予定です。 で40名、40名の80名ですね。で、まあね、イオンモールライカム行ったことない人も実はいるんじゃないかなと思うんですよ。あのなかなかね、人が多そうで、遠いいかなと思うので,で、時間はですね、18時から9時、オリオンビアホールライカム店の貸切という形になってます。ね、貸切がいいですよね。<laughs> ねやっぱ婚活ってまだまだちょっと、 なんか恥ずかしいイメージもあると思うし知り合いと会ったら何て言ったらいいのか分からなかったりするのであの貸し切りの場所でゆっくりできたらいいなと思ってます。でチケット制で婚活モールの店舗またはファミマのファミポート E プラスのチケットもで売ってたりしますのでえっと,えとま婚活モールで検索していただければいいかなと思います。 で、ポスターもですね、どんどん貼っていってますので、ぜひご覧ください。で、ね、本当に暑い季節が来て、オリオンビールの季節ですよね。沖縄といえばやっぱオリオンビールが合う。まあね、いろいろいます。キリア派もいます。朝日派もいますが、けども、えー、オリオンのね、美味しいビールが飲めるので。で、しかもですね、実は、 本当、スタッフ、最北端のファミリーマートか出発したりなんかしてるそうなので、スタッフが。ぜひぜひですね、僕もスタッフとして入る予定です。<laughs> 入るかな <laughs> <laughs> ちょっと分かんないですけど、まあまあ、入ったらまたよろしくお願いしたいなと思います。で、婚活モールのイベントの良さっていうのは、やっぱ婚活モールって定期的にイベントしてるので。 あのー、スタッフさんが大体あ、大体とスタッフさんが同じなので、あの、結構す、まあ、本当は早く卒業してほしいんですけど、<laughs> スタッフさんと仲良かったり、スタッフさんと相談しや,かしやすかったりします。ある意味、あのー、婚活でイベントで行って、あ、あの顔見たから、あ、婚活のイベント、婚活モデルのイベントここにあるんだなってわかるようになるので、そこは少し安心なのかなと思ってます。あの、<laughs> <coughs> えっ、ー、とまあいろいろですねあのイベントもありますので婚活モールちょっと調べてもらえたらなと思ってますのでよろしくお願いします、えー、それではですね今日実は収録、えー、生放送を収録合わせて2時間話してきました喉もそう限界値を超えようとしています <laughs> えとそうですねもうあと40秒ぐらいなので また、えっ、ー、と、7月9日ですね。生放送でお会いできたらいいなと思います。メールもたくさんお待ちしてます。より良い1週間をお過ごしください。アイデアの IOK、OK、でした。